今回は、七人の侍。監督は、黒澤明。1954年の作品です。時は戦国時代。君主を失い、野党と化した、野武士たちによる、蛮行と略奪に耐えかねた、貧村の農民たちは、自衛のために浪人を雇って、野武士を迎え撃つことに。果たして集められた、7人の男たちは、というお話です。出演は、志村隆、三船敏郎、木村勲、加藤大輔、宮口誠司、稲葉義雄、千秋実、土屋義雄、左牧前、津島恵子、藤原鎌足ほか、世界の映画関係者が絶賛する黒澤明の代表作。映画とは何か、という答えが詰まった3時間半。ここまで来れば理屈抜き。見ないで死ねない作品です。